おはようございます。高井美希です。年末のザ・リーダーは1時間のスペシャル版でお届けします。今回取り上げるのはパナソニックの執行役員でありながらプロのジャズピアニストとして活躍する女性です。それは3年前のことだ。ファン垂涎のオーディオブランドが復活した。ブランドの名はテクニクス。一度消滅したブランドに再び命を吹き込むプロジェクト。本当にこれ復活宣言して最初に出したものなんですよね。もう非常に苦労しましたね、これは。極めて困難な事業を託されたのは大手家電メーカーパナソニックで初めて誕生した女性執行役員だ。およそ27万人のグループ従業員を抱える巨大企業の中で熾烈な競争を勝ち抜いてきた。無論挫折も味わった。そんな時いつも心の支えだったのが、3歳から弾き始めたピアノだ。実はパナソニックの執行役員でありながらプロのジャズピアニストとしての顔を合わせ持つ。多忙な日々を難なく乗り切らなければならない。だから週末のジョギングは欠かせない。まあ、日頃もね、体力勝負なところありますので。気がつけば会社に入って30年以上が過ぎていた。そして愛してやまないオーディオブランドテクニクスと共に生きてきた。テクニクスのファンは世界規模だ。その実力はドイツが拠点の世界最高峰のオーケストラベルリンフィルハーモニー管弦楽団との提携に結びつく。インターネット配信サービスに映像機器などを提供した。 She is a musician and she is a very technology minded person and she has aAlso a management mind, so she knows all the aspects of what is important to us. That is why it was such a fruitful and such a pleasant. どんなに手強い相手でも尻込みはしない。強みは自分でも驚くほどのポジティブさ。苦労をあんまり苦労と思わないことが強みですよね。乗り越えたり挑戦をしたりすることでその後にきっともっと楽しいことがある、もっと大きな世界がある、もっと新しい出会いがあるとかね。やっぱりまあやっぱポジティブですよね、全て。音楽を愛し究極の音を求めて挑み続けるリーダーの素顔を追った。この辺りを歩いていますとあちこちでパナソニックという文字を目にします。パナソニックの街と言っても過言ではないんではないでしょうか。さあ、そしてこちら、私たち子供の時は松下電器産業だったんですけど、もうすごいですね、今全部カタカナですね。なんか奥がどこまであるのかわからないぐらい広い感じです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。毎日放送の高井と申します。小川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらの建物は、はい、主に音響ですとか、はい、AV の、まあ、開発であったりとかそういう部署なんですか？そうですね、まあ、テレビ、ビジュアル、オーディオという、まあ、いわゆる黒物と呼ばれているところで、もう昔からここが、はい、拠点でございます。そうなんです。はい、小川さんはでもかなり車歴の長い時間を音の世界に費やしてこられましたよね。はい、まあ、こちらに移ってきてからはまだ、そうですね、3年ぐらいなんですけれども、はい、まあ、他の建物にもおりまして、まあ、ただオーディオはずっとやってきておりますので、こちらまあ、本当に広大な敷地なんですけれども、はい、もう売却が決まってるんですか？そうですね、まあ少しずつは、ちょっと移動も始まりだしていますけれども、まあ、私たちはもう最後までこちらで頑張って、はい、なるほど、はい、であとはじゃあどちらかに移転を、もう本当に近いところに今予定していますけれども。あ、そうですか。はい、こちらの中で、はい、その小川さんがずっと、まあ、なんて言うんでしょう、音を探してこられたお部屋があるというふうに、はい、聞いたんですけど、一応もう視聴室といいますか、はい、まあ、音をもう聞き込んで決済をするという部屋がありますので、音の決済っていうんですね。はい、そちらご案内したいと思います。はい、外から見ると別に普通のお部屋な感じですけど、でも本格的なスタジオで、本当ですね、はい、もうこの防音扉の感じの厚みが、そうですね、もう二重三重になっておりますので、ここがいつもまあ商品の、はい、音を、もうそういうこと、他の、ね、他社の商品と比較したり、私たち の開発のモデルの、視聴をしたり、ね、最後まあ音の決済をする部屋になっています。音の決済、でもバーンとスピーカーがあって、でもそんなにあれですね、シンプルと言いますか、もっと機械だらけのお部屋かと思ったんですが、これはでもまたすごく大きなスピーカーというか、そうですね、アンプなんですが、はい、これは2014年の9月にテクニクス復活宣言をした時に、まあ、一番最初に、はい、まあ、市場に投入をしたリファレンスクラスの R1 というスピーカーとアンプなんですけれども、最上級のそうです、ね、クラスのものですね。はいはい、じゃあここにその小川さんのいろんな血と汗と涙が結集されてる感じなんで、いや、もう私以外の多くのメンバーがもうここでもう、まあ、血を流したかどうかは分かりませんけど汗と涙はもうボロボロと。あ、そうですか。はい、もちろん何時間もここってこもる場所なんですか？こもる場所ですね。まあ、私自身もその音の決済の時はもう1時間は少なくとももうずっと集中して聞きますし、と開発のメンバーも1日中ここにこもりきっていろんなことをやるということもあります。そうですね、はい、じゃちょっと実際に音楽をここで聞かせていただいていいですか？はい、こちらの、はい、椅子にかけていただきまして、どうぞお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、こちらの担当の方ですか？はい、そうです。小川さんはどんな方ですか？大変音に関してはシビアな方、はい、なんかすごくにこやかで朗らかなイメージが私は持ってるんですけど、やっぱお仕事になるとまた表情も違いますね。あ、そうですか。やっぱり音に関しては厳しいです。鬼と言われてます。そうなんですか。ありがとうございます。どういう印象をお持ちになりましたか？黒い箱から出てる音っていう感じがしないんです。なんかカーテンの、ここカーテンあるじゃないですか、カーテンの向こうでなんか演奏してる人たちがいるみたいな感じが。そうですか、いや、そう言っていただいて、なんかすごい不思議な感じがします。まあ、私たちもそれを目指してですね、スピーカーなんですけれども、もうまるで目の前にこう、
ライブで演奏しているようなコンサートホールで演奏者が演奏しているような、そういうふうなあのサウンドフィールド作り、そしてサウンドステージ作りっていうのを目指しているんですね。松下電機産業、今のパナソニックは大阪府門真市に本社を置く世界的企業だ。経営の神様と称された松下幸之助が創業し、来年100周年を迎える。松下電機は何を作るところかと尋ねたならば、松下電機は人を作るところでございます。合わせて商品も作っております、電気も作っております。一代で巨大企業に育てた創業者の経営理念は今なお従業員の心を揺さぶる。小川美智子さんは1962年大阪市西区で生まれた。父親はジャズが大好きで、生活の中に音楽が根付いていた。慶応義塾大学理工学部を卒業し、1986年に入社。夢だった音響研究所に配属された。開発に携わった薄型壁面型スピーカーは音楽の都ウィーンの国立歌劇場に採用された。楽器をイメージしたスピーカーはニューヨーク近代美術館の永久展示品に。ところがバブル崩壊などもあり、2010年テクニクスが消滅し、社会貢献の仕事などに移った。奇跡は2014年に起きた。夢物語だと諦めていたテクニクスが会社の方針転換で復活。しかもプロジェクトの責任者を任された。あ、こんにちは。テクニクスの売上目標は2018年度で100億円を掲げる。はい、どうぞ。失礼します。部下からの報告はひっきりなしだ。 C70 海外も、イギリス、ドイツ、フランス中心に、現在順調に進んでいるというふうに営業から、報告入ってます。そうですか。目標を成し遂げるのは簡単ではない。だが厳しいからこそ闘志が湧く。活躍の場は会社にとどまらない。1997年にはジャズピアニストとして CD デビューし、イギリスのジャズ専門誌で年間ベストアルバムに選ばれたことも。そう、初天神通りですね。そうなんです、もう大阪のディープなところで賑やかな場所です。いらっしゃったことありますか？あります。あ、そうですか。会社のみんなで飲みに来たりとか。あ、ね、まあ、飲みに来るのはぴったりなところだと思うんですけど、ここでこのビルなんですよ。このビルの5階のこのお店ですか？ニューサントリー5っていうところで、ここでじゃあずっと弾いてらして。はい、こちらがお店になります。なかなかこう素敵な感じで。そうなんです。もう本当にもう歴史があって、まあ、なんかもうこの お昼のこの時間に、もう夜なんですね。そうなんです。お母さんの世界は夜の、全く雰囲気が違って、あ、そうですか。今まだねお日様が入ってきてる時間です。そうなんです。もう明るい、とっても懐かしいですね。もうずいぶん来てなかったので。もう若い頃の思い出がいっぱい詰まってるんじゃないですか？そうですね、もう本当に。ではせっかくなので、はい、ぜひ演奏をお願いしたいと。分かりました。 My Father's Love Song って、まあ、私の父のために書いた曲なんですけど、ちょうど父が、まあ、古希を迎えた年だったので、そこでサプライズでプレゼントしたんですけど、それを弾いてみます。はい。
きです。ありがとうございました。このお店との出会いは93年ということなんですけれども、はい、93年の12月に初めてソロ で、はい、ソロで本当にもうピアノ一人で、ね、いきなりですか。そうなんです。もうあんなに緊張したことってなかなかないぐらいもうガチガチになりましたよ。ですか、はい、ピアノを始められたのはピアノは3歳から、はい、もうクラシックを始めたんですけれども、で大学はじゃあ音楽の道ではなく学科自体はもうあの理工学部 の、はい、あのまあ、研究室自体は生体電子工学っていうメディカルエレクトロニクスで、はい、あの別にその音響とかということではなかったんですけども、ただ私 の、 あの卒論のテーマが生体リズムっていう、まあ、本当にあの研究室の先生が、あ、君がそんなに音楽が好きでね、もともと聴覚 の、 あの研究をしたかったんですけど、はい、テーマがなくってですね、リズムっていうのは音楽の中の、ね、メロディーとハーモニーとリズムっていうのは3要素ですから、あのこれやってみないかということ で、 で医学部と一緒になってこう共同で研究を始めたんですけど、まあ、それが本当にあの音響に、ね、後々結びついていくとは、もうそれもやっぱり夢にも思ってなかったんですけれども、今まで会社入られてからの、はい、まあ、いろんな、まあ、部署でもいらっしゃいましたし、はい、もちろん音とのつながりが一番長い時間でもありますけれども、その中でのやっぱ最もこう強い思い出といいますか、忘れられないっていうのは何が一番ですか。まあ、一番というとやっぱり強烈なのはやっぱり新入社員時代 の、 その、まあ、サウンドスペースプロジェクトっていうところで、テクニクスの新規事業を、最初の7年がやはり最初の7年が強烈でしたよね。本当になんか次から次へともう新しいことに挑戦させていただいて、もう休む暇もなかったですし、本当にあの割と少人数でそのプロジェクトやってましたのでね、もう一人何役をこなさなきゃいけないっていう、もう寝ても覚めてもじゃあ音の世界っていう感じですか。そうですね、もうあの常にあの何を見てもスピーカーに見えてしまうとかそれ別に会社にいない時間もってことですか。そうですそうです、もう街の中歩いてて もう例えばもう、ね、出張行って、はい、空港に降り立ってその空港の壁が全部スピーカーに見えたりとかそれは大丈夫だったんですか。いやでもそこまでしなきゃダメだよっていうぐらい、まあ、やっぱり言われてましたよね。技術者っていうのはもう寝ても覚めてもものづくりの世界ってそういうやっぱり皆さん職人さんでいらっしゃるからそれが普通なんですかね。はい、そうですね、もうずっとそのことを考え続けていて、でそうすると、まあ、ある時なんかひらめくんだよっていうことは先輩方がおっしゃっていたので、ああ、まあ、あの私もそういう風な仲間になれたのかなっていう感じで一生懸命やってましたけども、もう本当にあのまあね、夢と希望に満ち溢れた20代を突っ走ってたんですけども、それは予期せぬことだった。会社員人生の大きな岐路に立たされた。テクニクスが消滅し喪失感に苛まれていた時、ある一言が人生を変えた。喪失感があったっていうことですけど、その時はじゃあもう何でしょう、どうしようかなってもう悶々とされてたわけですよね。そうなんです、もう自分の道はもう閉ざされてしまったっていうぐらい、もうパナソニックにおいて私のやることはもう先が見えないぐらいの感じですか。そうですね、まあ、まだ本当に言っても、まあ、あの入って7年経っているんですけれども、まあ、7年間ものすごいこう勢いでいろんなことをやって、まあ、もうものすごいエネルギーを使って、はい、でもやっぱりうまくいかなかったっていう、こうなんか喪失感といいますか、そういうのがとても大きかったので、もう会社もこのままあの続けられないんじゃないかぐらい落ち込んだんですよね。目標を見失い意気消沈していた時、ある人から意外な誘いが。ジャズをやらないか。声をかけたのは音響研究所の上司だった木村陽一さん。救いの手のように感じた。The new moon, hey, sends all its fragrance to the field I used to roam when I
酒蔵で開いたジャズコンサート。木村さんと小川さんは今もたびたび共演する。音響研究所というね、パナソニックでもオーディオの基礎開発をやる部門ですから、録音スタジオとかありましてね、そこでねピアノがあったんですけど、ピアノを突如弾き出したんですよ。俺これがうまいただもんじゃないや、初めて聞いて、天は何二仏とかね五仏ぐらい与えてるってみんなに言われてました。才能を大変なのにやめようと思わないのはやっぱり好きだからですよね。音楽だけは、そしてもう一つは自分が好きなのもあるんですけれども、はい、必ずプロのミュージシャンと一緒になりますと言われる言葉がありましてね、 Keep play, don't stop play、 とにかくやめるなっていう、もう皆さん口を揃えておっしゃいます。だからそれはもう守ろうと思って、やってます。入社されたのが86年でいらっしゃいますけれども、はいはい、当時まだ松下幸之助さんもご存命で、そうですね、何かその会社の中で その松下イズムといいますか、はい、松下幸之助さんの教えみたいなので感じるところって何かありました？もうそれはもう常にありました。先輩とか上司から、何かことあるごとにやっぱりそういうその幸之助さんは創業者はこういうふうにおっしゃってたと、特にその先ほどの研究所の所長なんかはもういろいろそういうことをこう引用してですね、私に話をしてくださったので、そういう意味ではなんかこう身近な存在というか、それはやはりその役員という立場になられたりであるとか、はい、上に立たれることによって初めて感じたりすることもあった、はい、もういろんな発見が常にありますし、でやっぱり年齢を重ねるごとに、理解が深くなるというか、あ、こういうことだったんだっていうのが、もう40歳になって45歳になって50歳になって、はい、どんどん分かるようになってきたかなと思います。何か特にこの言葉っていうのはあります？自分の個性を磨くっていう、そういう言葉を残しておられるんですね。私自身ですね、86年入社した当時はまだ没個性の時代でございまして、目立っちゃダメっていう、そういうまだまだ風土が日本の企業にはあったんですね。男女雇用機会均等法の元年に入社しましたけれど もう均等なんてとんでもないという時代でもございましたけれども、講演を依頼された時、必ずと言っていいほど口にする言葉がある。個性と感性を磨く。創業者松下幸之助が残した数々の教え、その中で
最も大切に心に刻んできた言葉だ。まあ、私自身はですね、やっぱり音楽が好きで音が好きでこの仕事を選んだんだから、まあ、そこはもうねこれは自分の個性だと思って、やり抜こうとしたのが良かったのかなと、まあ、感性って私新入社員の時に言ってたんですけど、何言ってんだと、もうやっぱりねこの工業製品は数字なんだと、全部数字で持ってこいって言われましてですね、あの音を全部数字で出すっていうのは非常に難しかったんです。このいい音でも、私と同級の男性陣がいいデータが取れたよ、いい性能が出たよって言って持ってきてくれるんですけども、私が音を聞いてもいいと思わないんですよね。性能が良くってもいい音になってないじゃないのっていう、そういうことがたくさんありましてですね、まあこの感性っていうのは本当に難しい。でも絶対に感性の時代が来るって思ってたんですね。個性が大切にされる、それから感性を大切にされるっていう、まあ、そういう時代になってきて、でその個性を磨くっていうことをこんなにも早い時期におっしゃってたんだな、自分の役割に一生懸命打ち込む、それが大切なんだということが、それがまあ個性を磨いてそれで役割に打ち込みなさいということを教えられてですね、なんかこう、まあ、自分も一生懸命私のまあ個性をまあ生かせる仕事を選んで、まあ情熱を持ってやってきた、まあ、それがうまくいかない時ももちろんいっぱいあったんですけれども、でも良かったんだなっていうふうに勇気づけられました、うん、で CSR の時にその言葉に出会われたって今おっしゃってましたけど、はいはい、その後に今度また2014年にパナソニックの中でもそのテクニクスをもう一度っていうお声がかかりますので、はい、その辺もそういう意味ではその個性がより生かされる職場で、そうですね、びっくりしましたね。2014年、もう無理だと諦めていたことが現実となる。累計売上高1兆円以上を誇るテクニクスの中でもアナログプレーヤーの人気は根強い。レコードを載せるターンテーブルをモーターで直接回すダイレクトドライブ方式を世界で初めて開発し、高い評価を得た。復活を知ったイスラエルの DJ がターンテーブルの生産再開を嘆願する2万5000人もの署名を集めた。喜びよりは驚きの方が大きいですよ。いやもうそのもう喜べる余裕なんて全くなかったですね。なぜ今なんだろうと、なぜ私なんだろうと、で私が何をすればいいんだろうという、もうそういうことばっかりでしたね。間が随分経ってますから、はい、その配属されたといってもその与えられる仕事と立場が全然違いますもんね、はい、もう今度は責任者としてっていう。そうです、はい、もう明らかにこのブランドをもう一回復活するっていう、はい、まあ、そういう、もう重要なミッションがありましたので、必ずそれは成功させなければいけない、はい、もうそういう前提で絶対失敗しちゃいけない。もう本当に1965年生まれの、それも本当にね、いろんな世界中のいろんな方から愛されているブランドで、はい、そして先輩方がもう本当に大切に築き上げられてきた、そういうブランドを今回私がもう絶対これはもう失敗しちゃいけないという、もうプレッシャーに押しつぶされそうになりながら、はい、じゃあもう崖っぷちの戦いみたいなところにいきなりこう立たされたといいますか。そうですね、はい、しかもそのなんか数年の猶予を持ってとかじゃないんですね。私も違います、違います。2014年の春にその移動が言い渡されて、はいはいはい、9月に日本一で発表っていう、賞味5678と4ヶ月、でももう8月の夏休み前ぐらいにはもうある程度、まあ何でしょう、もう商品レベルで、素晴らしい音を出さなければいけないっていう、もうそこだけは決まってましたので、リミットだけは。リミットだけは。でも入
入られてから最初の7年もアクセル全開とおっしゃってましたけど、はいはい、それ以上の4ヶ月だったんじゃないですか。いやいやもうでも本当にもうあの全然こうあのリミットのないアクセルをどこまでこのアクセル踏まなきゃいけないんだろうっていうぐらい、これでもこれブレーキかかるかなっていうぐらいの、でもそのままずっとしばらく行きましたよ、アクセル踏みっぱなしで。でもずっとその音の世界でやってこられて、今日も音の決済をするお部屋にも入れていただきましたけど、はい、小川さんにとっていい音っていうのはどういう音なんですか。音が出る瞬間の躍動感、エネルギー、生命力、これはなくしちゃいけないと。でこれはこの演奏する人、そしてそれ、まあ楽器もそうなんですけど、例えばボーカルですよね、声を出す人で、そういうその音を出す人がもうどれだけのその精魂込めて、まあね、ずっとこう長年練習してその本当に一瞬の音にかける思いとかエネルギーってのはすごいもんなんですよね。それを私たちはやっぱりなくさずに再現しなきゃいけない。でそれともう一つは出した音がずっと心の中に染み渡って、ああもう一回聞きたいなとか、これを聞き続けていたいなっていうふうに愛着を持って時間とともにずっと自分の心の中に染み込んでいく、その2つを両立させるようにっていうのは言ってるんですよ。今年はドイツでも大きな商品説明会 の、 あのプレゼンも担当されましたよね、はい、今年8月ドイツベルリンで開かれた世界三大商品発表会の一つIFA、 特別な場所ですね、これはあの私たちだけじゃなくてブランドにとってもそうですし、欧州におけるやっぱりあの戦略国って言いますかね、あの国としてはやっぱりドイツが一番あの大きなマーケットですし、あとやっぱりイギリスとか北欧だとか、まあ、フランスだとか、あのもちろんそのドイツをこう中心として、いろんな国にもちろん展開してますけれども、あのそういう意味では本当にあの一番あの力を入れているのがドイツですね、はい、この重要な発表会で小川さんは舞台に立つ。ご自分でされるんですか。いつも自分ですよ、どんな時でも、いつでもどこでもIFA は2014年にテクニクスの復活を発表した場所でもある。だが不思議と緊張はしない。持ち前のポジティブさがパワーを与えてくれる。今年は会場で Google 社の技術を使ったAI スピーカーを発表。そして ダイレクトドライブ方式を用いた新しいターンテーブルの試作機を披露した。 This will be a turntable which will deliver sound quality that will satisfy the ears of even the most high-end audio fans.And that is why we are going to call it the SP10R, with the R standing for reference class. はい。ああ、もう本当に無事終わりました。もう、まあ、やりきった感があります。たくさんいろんなことを話ししたので、あのまたあの評論家の方々とか、これからたくさんあのフィードバックがあると思います。ドイツで披露したターンテーブルの開発は今年11月佳境を迎えていた。開いてください。厳重にセキュリティが施された部屋、ここで入念なチェックが続く。新しいターンテーブルは振動を抑えるため回転盤に真鍮の量を増やした。また新しく開発したモーターを搭載し、回転の安定性を高めた。トップ面とかの塗装の感じはどうですか。ちょっと
うん、若干やっぱり、うんうん、軌道感足らないですね、はい、世界中にテクニクスの新しいターンテーブル誕生を待ちわびる人たちはいる。今できうる限りのメイドインジャパンのノウハウを注ぎ込む。重くなると回転が安定する、はい、まあ、結果的にフレームの音につながってくるんで、いい音を出すための形であり、まあ、素材選びでありっていうところで、それが最終的にデザインとして、まあ、形になってくるっていうのがあるべき姿かなと思ってやってます。何度も音の確認を繰り返す。その度にスピーカーから放たれる音に集中する。だがまだ満足できない。納得がいかないのは一体なぜなのか。ターンテーブルの心臓部を開けてその謎を探る。すると一人のエンジニアがある部品にスポンジ状の薄いテープを貼り出した。振動の微妙な調節で音の出方は随分変わるという。こうした繊細な作業の積み重ねに小川さんたちはこだわり続けてきた。スピーカーへの対応はどうお考えですか？まあ、私たちはやっぱり音を大切にしたいというのがありますから、もちろんインターフェースで音声認識はするんですけれども、音楽いい音で、そしてすごくたくさんの、音楽サービスからもう自分がこう聞きたいと思った音楽をスッと聞けるような、そういうストレスのない、リスンウィザートリミッツっていう、そういうメッセージでパナソニックの方は展開しているんですけれども、これを今進めているところです。でも、ずっと会社ではそうやって本当にもうアクセル全開で走り続けてこられた小川さんなんですが、はい、プライベートではご主人ともすごい素敵なご縁が、はい、またこういうこと話してしまうんですか。47歳の時大きな転機が。47歳で独身生活に終止符を打つ。お相手は高校時代憧れていた同級生だった。やっぱりその結婚されたことによってやっぱ生活といいますか、だいぶ変わられました。だからそれはあれですよね、私がずっと2001年から2008年まで東京で一人暮らしをしてたんですけれども、やっぱり一人暮らしをしてると、はい、ダメなんですよね、食生活も良くないですよ。私一人もいい加減になってしまって、それまでご実家からだったから、そうですよね。なんかやっぱこういうのってなんか続けてるとあんまり良くないんだろうなっていうのも、あったり、でやっぱり2人でこう食事をするようになってからは本当にこう何でしょう、バランスよく、美味しいですしね、でお酒も進みますしね。すごい、でもなんかご縁というか。チョコレートを高1の時に渡されたの覚えてば。覚えてます。そうなんですね、はい、私今日お写真をきっと持ってきてくださると思ってすごく期待してたんですけど。いやもう絶対それをやめてくれって言って、後で個人的に私のリアクションでこう押して測ってもらおうかなと思ったんですけど。いやそんな、どうしましょう。携帯その辺にあるんですよね。きっと携帯はどっかにはあるかもしれない。これが LINE のプロフィール写真。おお、なんで思うの、今撮ってた。すごい素敵じゃないですか。っていうか何ですかこのダンディーなポーズ。いや多分どっか居酒屋かなんかで飲んでる。そうですか。素敵ですね。いやとんでもないです。これ公開ダメなんですか？お母さんも大丈夫なんですよね。ご主人、でも素敵、ね、でもそのご主人とも一緒に趣味で普段お忙しくていらっしゃいますけど、ジョギングされたりとか、マラソン大会も連れて行かれてですね。一緒にですか？一緒にですね。だからもう全然もうそんな大会なんて出るつもり全くなかったんですけれども、彼の目標が
全国の一都一道二府43県の全国の、各県のマラソン大会に出るっていうのが目標で。そんな本気でやってらっしゃるんですか。そうですね。でそれで時々だから、何県のどこそこのマラソン大会だったら面白そうだから一緒についていくっていう、そういうのがちょこちょことありまして。いやでも素敵ですね。いろんな夢、執行役員としてこれからまだまだパナソニックでも頑張っていかれると思うんですけど、お仕事での夢とそのプライベートの夢はそれぞれどんな感じですか。そうですね、やっぱり仕事の上では絶対目標を達成するっていう一番のミッションがありますし、テクニクスはブランド復活させた以上はもう今足掛け3年なんですけれども、もうこれからが本当の本格的にもう事業として軌道に乗せていくところですので、もうここはもうより一層踏ん張って、最初のやっぱり夢を実現したいなと、輝き続ける、50年後も輝き続けるブランドにするっていうのが、みんなのと一緒に決めた夢だったので、それを実現したいですし、でプライベートっていうか、ピアノの方では年を重ねても元気に現役で演奏し続けることができればいいなというふうに思って、100歳までピアノ弾きたいなっていうのが。100歳まで、はい。素敵な笑顔が印象的な小川さんですが、音に向き合うときは鬼になると言います。復活させたテクニクスは50年先まで輝き続けるブランドに、そして自らは100歳まで演奏家でありたいと言います。そんな小川さんの目指す先とは。ベルリンで試作機を披露したターンテーブル、今月小川さんによる音決済の日を迎えた。おはようございます。よろしくお願いします。じゃあ始めますか。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ今日の目的システム。すいません、じゃあカメラここ。製品化の可否を最終的に判断する音決済は、カメラをシャットアウトして行われた。すべては小川さんの OK を取り付けるため、今再現できる最高の音をエンジニアたちは追い求めてきた。音決済は実に1時間以上を費やした。すいません、はい、再び部屋に入ると、張り詰めていた空気は一変していた。疲れました。集中して聞かせていただきました。いやもうね、今日は本当にもういい気分ですよ。もうこれで世界で戦えるものができましたし、私が求めてたものをちゃんと皆さん実現してくれましたから、今日最終の音の決済なんですけど、もう丸って言ってさっきゴーしました。テクニクスファンが期待を膨らませるターンテーブルは、これから量産化の段階に入る。そして来年秋までの販売開始を目指す。今年、関西フィルハーモニー管弦楽団との共演を果たした。バッハの曲を選んだのは、
ジャズの要素が多分に含まれているからだという。自分なりのアレンジをこの日の演奏に加えた。人生の楽しい時も苦しい時もいつも音楽と共にいた。だからこそ小川さんは信じ続ける。音楽には無限の力があるはずだと。最後に聞いた。小川さんにとってリーダーとは、自分自身が高い志を持って、そして未来を切り開くためにメンバー一人一人の無限の可能性、やる気、情熱、熱意、そういったものを引き出しながら、勇気を持って実行する。そしてどんなことが起こっても全部自分が引き受ける、そういう人だと思います。